浮間口北赤羽駅は東京都北区赤羽北2丁目にある東日本旅客鉄道の駅である。駅番号は JA16。一部は浮間3丁目にまたがる。乗り入れている路線は線路名称上は東北本線であるが、運転系統上は最強線として案内される。島式ホーム1面2線を有する高架駅で、ホームは新加岩川上。 浮間橋のすぐ隣にかかっている。改札口は川を挟んで、上り赤羽方に赤羽口と下り大宮方に浮間口の2箇所ある。JR 東日本ステーションサービスによる業務委託駅。緑の窓口は指定席券売機設置に伴い営業を終了した。自動改札機が設置されている。エスカレーターとトイレは赤羽口。 浮間口とも設置されているが、エレベーター及びコインロッカーは浮間口のみに設置されている。赤羽方にある赤羽大トンネルから、東北、上越、北陸新幹線と並行して線路が付設されており、ホーム上から新幹線を見ることができる。JR の特定特市内制度における東京特内に属する。最強線は厳密には、 東北本線の一部であるのでキロポストは東京駅起点のものが設置されている。上下線で日本電オト製の発車メロディーを使用している。1985年9月30日開業の最強線の各駅には駅ごとに色が付けられ民営化後も引き継がれている。当駅のカラーは藤紫色である。日中時間帯は各駅停車が1時間あたり、 毎時6本発着する。長席時間帯は、運転本数が多くなり、午前中のみ総鉄、JR 直通線エビナ発着もある。2019年度の1日平均乗車人員は19,078人で、ある。最強線の各駅停車しか停車しない駅の中では、浮間船戸駅、北戸田駅、戸田駅に次ぐ利用客数であるが、東京都区内の JR 駅の中では、 越中島駅、上中里駅、小久駅、三河島駅、潮見駅、河西臨海公園駅、綾瀬駅、西大井駅、南千住駅に次いで10番目に利用客数が少ない。開業後の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。北赤羽駅の周辺は主に住宅地となっており、10階建て以上のマンションが駅を囲むような形で複数建設されている。 北赤羽駅に近い荒川や新菓子川周辺には古くからの町工場や中規模工場などもある。赤羽口川はすぐ近くを環状8号線が通っておりロータリーで接続している。ロータリーにバス停はなくタクシー乗り場と身体障害者向け乗降場所がある。浮き間口川は都道447号に沿う形で設置されているが駅前に ロータリーはなく、商業施設や住宅施設が隣接している。この駅に接続するバスは、国際工業バスが運行している。赤羽口、浮間口それぞれにバス停があり、赤羽口が北赤羽駅入り口、浮間口が浮間一丁目となっている。実際のバス停には、乗り場案内が存在しないが、公式ホームページでは、上記の通りになっている。 出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。